ストレキ松本早いな。ちいちゃんやっしゃい。まりまりち、ライチやっしゃい。キャッティスパイ、グーちゃん、サムル、アイトゥやっしゃい。全集中やっしゃい。リコいらっしゃい。ワンモスやっしゃい。小池やっしゃい。リバンやっしゃい。アキタイヌやっしゃい。ジョイ君やっしゃい。すごいらっしゃい。ミサいらっしゃい。ナナセいらっしゃい。いや通知出してないよ。グーちゃんいらっしゃい。パーコいらっしゃい。エリキいらっしゃい。暑い。暑いな。暑いけどうるせえんだよな。じゃあ会社です。さやかいらっしゃい。グーちゃんいらっしゃい。まなみいらっしゃい。どれが暑い。いやなきゃ暑くね今日。マジで。暑くね。いや半袖は今度寒すぎ、寒いけどね。さやいらっしゃい。えいやっしゃい、あきちゃいやっしゃい、もっつやっしゃい、ぐっとやっしゃい、うん、渋谷はずぴーやっしゃい、かたいじゅうやっしゃい、トマもやっしゃい、パンダやっしゃい、エックスちゃん、足も警戒する、フレ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 、あれ？ぷよぷよ大会？ん？田島直径がすげえ、プレ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 、あー、すげえ。はい、チェイシェイ、ギーチェイシェイ。いや、ぷよぷよとか俺関係ないし。それ関係ない。お前がぷよじゃん、うるせえやん。お前誰でやっしゃい。誰やお前。いや誰、お前が誰や。うわ、やっしゃい、しのびやっしゃい、ひなのやっしゃい。いらっしゃい、ピポタンいらっしゃい。6時からだぞお前。だ俺関係ねっつーの、全然関係ねっつーの。イノンこんばんは。トゥナイトいらっしゃい。家族で非公式のぷよぷよ大会。いや誰もやり方わからんわ。ユッキーいらっしゃい。グーちゃんいらっしゃい。今から何するの？今日何しましょうかね。提案よし。ネタ決まったらや。いや、おかしいだろ。いや、ぷよぷよ会場ここだよって。関係ねえわ。お前、ぷよぷよやな。うるせえよ、おめえ。6時からぷよぷよ、いやいや、かぶせないよね。マティアス出ないのぷよ。いやいや、出ないってあれだ、10位以内入らんと出れないから、そもそもが。洗車窓開けるのにタバコは窓閉めるよ、意味不明ですけど。いや、窓開けてます。開いてます。ザ、開いてます。誰が窓全開閉めらんとき。がっつり空いてます。夏の通りもやし、今日の企画が出荷されてみた。最近イライラしてる。いや全然イライラしてないっす。どこをどう思ってイライラしてんだろう。
いつまでまたコロナが出たって大暴れされてる。大暴れなの？噂じゃなくて。コロナが出てその人暴れてるの？待機所なの？ここ初めて聞いたけど。いや別にうちの親は大暴れしないよ。ミワいらっしゃい。キレ芸極めてる？俺全然キレてないけど、閲覧600人さ、200さやね。つばくんやしい、あるやしい、だやしい。君さん、おちょらく50あれっす。プレ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 、はーん、すえ。言い方くさ。また車か、また車か。いや島根で車がないのはもう地獄です。まだ帰省中ですか？いや帰省中じゃないっす。家には帰省してるけど、家と親には帰省してるけど、おすすめ帰省ではないっす。家帰省中です。いやかましいよお前、虫じゃねえかよお前それ。虫ではねえわ。お前は黒豚？動物じゃないわ。いや、無理はその下り。マキタはその下り。寄生虫、寄生虫の寄生虫。いや、なんか、全部当てはまってない。まあ、いや、まあ、一個当てはまってるけど、真ん中は。え、カブ松本ミートボールいらっしゃい。ぷよぷよ練習したんだ。だから俺ぷよぷよ関係ないっつうの。なぜぷよぷよはあれなの。リアルぷよぷよ風船。何それ？どうやってやんの？どうやってやんの？ぶつけたら爆発するの？水でも入れとくってこと？ここぷよぷよ待機所なの？ちょっとわかんないけど、全然関係ないと思うけど、リアルぷよぷよ。リアルぷよぷよってよくわからんけどね。無理でしょ。今日のやること決めてるんやな。いやー特に決めてないね。映画見てたから、映画見てたから。寝ちょるような意味がわからん。ザ起きてるじゃん。いやしかもそれで歯も全くわからんけど、スコットハーバー。いや知らないっす。いや全然知らないっす。大好きっすね。キーちゃんいらっしゃい。何見た？あ、映画ネバーエンディングストーリー、ファルコン。いやアニメは見らんねん。いやなんでコナン見るの？意味がわかんねん。映画めっちゃ好き。しこったんか今日。いやしこってねえわよ。夕方5時にしこったんかとか聞いてくんじゃねえよ。見やから。昨日コナン見た。あ、彼も千葉県からです。フレ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 。はーん。あぶね。いや、ツタヤじゃねえわ。行だわ。ツタヤは借りるんわ。
解約されるぞ。え、2回しこったらにしこりだしちゃい。いやいや、すげえな。ネットフリックス。いや、ネットフリックスはちょっと見らんね。繋いでないんで。線ずり。いや、気持ち悪い。何これ。なんかね、なんか線ずり線ずりしこったとか。そんな話になってるの。わけわからん。ヒデコの上級解説。フレッ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 はーい、いやいやいやす、あと、あ、ひでくん、やっときや、スタート、お食役です、ふふ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 、はーい、いやいやいや、す、やべえ、そうそう警察が来るよ、うん、こういうのがいなかった、そうそう警察が来るよね、やばいよ、いやいやねその顔うるせえよおめえこんばんは、面白い、何も面白くねえわよ、ムキムキ4号やっしゃい、こんにちは。一緒にさせて。髪は炭でいい色に決まったわけ。いや意味がわからん。もう普通にカラー剤ですけど。今日は何するん？今日はですね。今日はですね。今日はですね。しよっかな、みんなに期待する、いや毎食、いや無理だわ金がなくて、イカルタのヘルメット部屋を卒業させる配信、いや今日はですね、じゃああれしましょうか、うん、そうしましょう、うん、そうしよう、何、いや今日はですね、いよいよコーラ、いやメントスコーラあれをついにやるか、もう分かったって松本くん、マジでタイヤ落としいっちゃう、いやータイヤ落としはまずいって、太陽日和、島根のドラ息子じゃん、そうだよ、
そのタバコの吸い方なんかやつ。いや俺あれも久しぶりにあれもしたいんだよな。あ、まあいいや。何がや。いや、あの車の上に乗って、あの3代目 JSOUL の流星、超古いけど、古っ、キモ。いや意味がわからん。別にキモくはないでしょ。シーナいらっしゃい。つまらん。いやって思うじゃん。いやこれ結構できないっすからね。できないとかやるやついねえよ。YouTube にあげる？あ、マジで？出たな、黒豚。寄りせ、お前。なんで？いや、花火はもういいわ。花火は。今日肌の強くね、マジで。いや、わかんないけど。何も変わってない。変わってないよ。タイヤ落とししたらどうなるんだろうね。いや、やばいよね。やってみますか、タイヤ落とし。どうしよっかな、タイヤ落とし。いやだから要はどういうことかっつうと、2階から階段でドラララララってタイヤを1個だけね。いいをする、犯罪だわ。いやホテル行けないよね。壁が？マジ？ちょ考えるか。家でも、家に戻って考えよう。わかった。あれはちょ、警戒して、フレ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 。あー。タイヤ落としやべえな、マジで。タイヤ落としやべえな。やるとしても。一個だけな。いや、さすがに壁がちょっと壊れんようにしとくわ。さすがに。あのタイヤ、あれです。あ、マジ？あれです。タイヤ落としますけこれ、いやだから俺が受け止めるしかない。ジャーンって、また俺が死ぬな。てかどうやって落とすやって話よね。俺が下にいて
無理よね。俺が下にいてどうやって落とすって話よね。じゃあこれ捨てたらやりますか。いやーこれやばいぜマジで。いや下から投げるんだって無理やろ。流星めんどくさい。車は壊れる。車は壊れちゃうわさすがに。大丈夫か。いや大丈夫じゃないよね。全然大丈夫じゃないよね。だから俺タイヤやるならのホースをバーって2回まで引っ張っていて、あの平地にシューンってやる方が一歩でいいもん。それダメ。いかにこのようなタイヤ。今来たからわからない。タイヤは何するの。いやいや、やばいでしょマジで。やばすぎるやろ。タイヤを2階から転がす配信って、あの階段から転がすっていうね。いややばくない。あんまでかすぎるタイプはタイヤちょっと持てないから。K のタイヤでもいいけどな。じゃあやめろよ。え、じゃあやめるわ。いやいや、じゃあやめろよとか言われたけど、デブって人に、なんかあのサムネがうんちのやつに。サムネがうんちのやつに。いや多分2階の窓から落としても何もすごくないよ、うん、ぽっちゃりが好きなんだ。ソフトクリームだゆゆ言ってやまえ、気持ち悪いんだよお前。だゆゆとか言うな。栄、うん、ちょっと意味がわからない。栄って、ここは愛知県じゃないよ、名古屋じゃないよ。栄田、何言ってるか分かんない。あなた栄田に似てる。やかましいわお前。お前の名前ばっかりやお前。コメ欄が誰だよ栄田って。栄田知らないけどね。誰すかそれ、聞いたことないよ。香ばしいな、ちょっと意味がわからん。いや香ばしいってのはもうこっち側が言う言葉じゃないの。今日のコメ欄香ばしいっていうのは、なんで香ばしいって、なんで君が俺のことを香ばしいっていうの、どういうこと。おかしくないそれ。クス強すぎやろ。香ばしいじゃねえか。あ、分かった分かった分かった。香ばしい。あ、体型が、いやうるせえなこいつ。水じゃねえわよ。ちゃんと俺ちょろちょろしか飲まないから。さあやるかな。じゃあやりますか。久しぶりに。やろうぜ。もう いいけど。
階段の下の壁に風船貼り付けて、いや無理だわ。あ、香り、おちぼけやくれっす。フェッ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 。あーん。タイヤがいっぱいです。じゃあ。うお！何？ビビるやんけ、マジで。マジビビるわ。やめてよ。ホイール付き、いやホイール付きじゃないです。ホイール付き持てません。さすがにね、ちょっと布団をね、かませないとね、壁が完全にね、大破する。壁が完全に大破するで。アリスに守ってもらえばいいんだよ。アリスを、アリスを、アリスを噛ませて。死なないです。おお。な、何が？いや、ちょっと今2回持ってあげるけん、ちょっと。持って上がって。ああ、そう、閉めといて。ああ、上がった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 、大事大事大事ですって。で、閉めといて。一体何しようとしとる。いや、今持って上がる。なんでそんなとこに
は？ゴミ箱がある。じゃあゴミ箱を置いただけだから邪魔だけ今持っていかれるに。なんか変だよ。何が？何も考えてねえわよ。そうちゃんと掃除します。なんでここでブレーカでやばいことになるよね。今誰が？ああこれ超やべえ。これ超やべえ。いやこれやばいって。やばいってこれ。子供以下だよお前。やばくねえかこれ。子供以下だバカだれ。うるせえお前。わかったわかった。じゃあ落とすと同時に俺も走っていって。俺タイヤキャッチになるか。俺も走っていきます。じゃあそうしよう。俺も走っていくわ。いい。じゃあ天国と地獄なんとかここで絶対俺が壁に当たらないように。いや行きます。行きます。Thank you.
地味すぎだろうな、ありすぎだ。2階から誰か落としてくれ、これ2階から、2階から、2階から誰か、何もしてねえや。これなんだ一体。何これ。ちょっと何し、あんた何し。きっつーこれ。いや、クマによって階段を降りれるかよ。おかしいやろ、クマ乗って階段降りるとか。だから何もしてねえっつうの、別に。あ？だから服が汚れとったけんだよ。だから服が汚れとったけんだっつうの。よっしゃ。今落とせよ。で今ねえやよ、またねえやよ。ちょっとすぐ掃除かけて。なんで？なんで？家中ゴミだらけ、ゴミだらけだ。いや家中、家中ゴミだらけだって、うちの家ゴミじゃん。なんで自分が汚しておくしてんの。いや何言ってるじゃん、家つうの。これは一体なん、これなんだ。あ？何これ、あんたね、いい加減にしてよね、人の家の中。いや、だから何もなってないじゃん。こんな配信じゃ何が面白い、何も一つも面白い。いや、だから別に何もしてないって、別に何も、別に何もしてねえやん。くだらん配信、何も面白い。だから何もしてないよ、大して。掃除機すぐかけて。うん、いや、掃除機なんかかけんしたけど、何もなってねえやろうが。何もなってないのに掃除機なんかかける必要なんかねえんだよ。何言ってるのや。
ね、第2回はよ、いや第2回危ない、うん、足がつる、タイヤやれ、だからやらないって、だからパッパッパッと忘れる予定だったんだよ、すぐに。なんでこんなこと、全くくだらん。うん、だからくだらなくていいんだって、別にだから何もしないもん。何にも面白いこと別にしないもん。何も面白くない。ただそれであのリスナーさんがやれって言ったから、あ、いいねと思って。お前が転がれ、いや、お前が転がれよ。だけどなんで、じゃあかける必要ないでしょ、何もなってないでしょ。ちょっとね、あんたに人、自分が1円も払ってないこの家を建てるのによくそんなことができ、早く掃除機かけて。何が、何が掃除機、家にあんちょるやん。もう早く、歩くたびにくせ、足の上にくっついて、どこの部屋。いやだけど別にいいじゃん、歩くたびにくっつくんだったら別に全然いいじゃん。いや、嫌がらせです。つまらん。嫌がらせです。面白いとかじゃなく。まだ嫌がらせ。嫌がらせです。まだ嫌がらせできる立場か。その立場じゃないけど、ずっと毎日やってます。嫌がらせを。もうこれじゃ無理でしょ。え？だから何もしてないじゃん。だから普通にあの服が汚れてて、服からあの土が出ただけだって。服から土が。あんたね、もうよくこんなことが平気でできる。こいつは何や、でも人間か、人間だからね。うん、いや人間ですけど。人間ですけど、いや別に何もなってないやん。仕事して疲れて帰ってきてる親がご飯、それでもなおかつご飯作ってる。仕事はしてないじゃん。してます。うぜ、ちょっと黙れ。あんた言われたけど、あーいいですか、そんなこと言ってる。こっちからどこだ。そうなるさんといけんねん。いいやろ、別に。嫌がらせだって、実は面白いとか出してもどうじゃなくて、残念ながら。あ、これね、あれだわ、あの吸えば吸うほどあの掃除機は壊れていくわ。吸えば吸うほど掃除機は壊れていく。嫌に歌いながらせとか頭おかしい、いや頭おかしいって言えばずっとやってるんで、あ、ごめんなさい。頭おかしいから配信してます。普通だったら配信なんかしてないです。そもそもが配信なんかしておりません。普通だったら。ひっくり返っぱないね。え？何？上から何を？ゴミを下ろしてから入って。あの掃除機に、あの掃除機じゃなくてほうきない、ほうき。ほうきない。そこにあるよ、そこ。どこ？そこ。これか？じゃあモップじゃない、そのほうき。
誰だお前どこ行った、どこ激赤チキン、あこいつブロックだわ、うん、お疲れ。これずっと邪魔だったから、じゃ来るなっつって言ってるのにまだ来てるし、お疲れ。こんばんは、よいしょい。さあみんなちたちた、お祭り終わりだ。よし、解散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 して、うん、つまらん、分かった、じゃあ解散して、誰がまいい練習やねん。結構あれ体力使うわ。あ、クラチャブクです。ペッ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 。今のを見に来ていただいた方は解散ではないシャツ。グーちゃんはチャブクです。あ、ゴジラです。ペッ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 。はー。いや、自覚があるならいいわっていうか、そんなもんだろ、タイヤ落としなんて。そんなもんだろ、普通に。何を求め、期待してるの？逆に。何を期待してるの？おちばきやかやっす、プレ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 はーん、す、何を期待してるんだろう、わからん。あれ、チートリねえやん。さっきあんたにあげたでしょ、一緒に持ってったでしょ、チートリ。うん、でもチートリは使わないんだって、最後は掃除機で吸い取るんだって。いやだけどチリトリ、いやだから掃除機で吸えないからだっつって言ってんねんじゃん。はぁ、だから掃除機で吸えないからだよ。なんでちょっと、なんで吸えない、いやもうほうきで全部吸ったから、ほうきで。なんで吸えないの、知らんがな。期待してるから来たんよ。あ、マジでごめん、あの今日期待に添えられなかった。じゃあお疲れ、坂お疲れ。全部ほうきで取りました。ほうきで全部取った、ほうきで取った、最近イカルドもあんまり怒らん、お金渡してる、いや全く渡してないです。暑い、あれマジでやばい、暑いわ、いいやつだよあれ、汗かいてんのかよ、いやかくだろう思って、まあ、あれある意味筋トレだけど、あれマジで筋トレ、ガリガリじゃん。録画残して、いやあれはね、録画残すまでもないかな、だってあれはもうなんかこういう結果になるのが分かってたから、瞬時にやった、瞬時に割って瞬時に湧いてきたっていう瞬時にやって瞬時に湧いてきたわ、うん、紫陽花燃やそうよ、嫌だ、滑った、まあ誰がやっても同じやろ、タイヤはミレンかった。
金目がゴーンと穴開けたのが止められてた。いや、やだ。だから俺がまた弁償せんといけんや。だるい。君が弁償してくれならいいっすけど。だから、ホイールはなしでっていう。アリス大丈夫？アリス？アリスさんも最初から死んでるから大丈夫だよ。スロット行く1000円で、いやもう今1000円もないんだよね、うん、今日もねガソリンもないし1000円もないから、だから家から出れないんですよ。家から出れない家に帰省するしかないんです。だからずっと引きこもってるんだよ。引きこもってる。ご飯作るの手伝えや。やだ。ツイキャスの給料は25だね。まだ25じゃないでしょ。部屋賃金借りよう。もう別に今日明日お金いらんかな。うん、別に使うことないし。まあ、タバコが買えんぐらいよね。今日の家族芸、あとご飯食うぐらいです。変圧からタバコ奪え。いやタバコあるし、いやてか奪ったしこれ、てかそもそも俺が買ったしこれ、いらんっつって言ったのに自分の枕の下に入れてたしこれ。こんな毎日楽しい。うん楽しいね、うん、君は俺の枠を見て楽しい。楽しくないでしょ、出てけ楽しくないでしょ、出てけ。お昼ご飯はいかが作ってる、うん、あ楽しい、あ楽しいって人はまあ相手もいいですよね。来るで、あマジで、あざっす。1000円の時出てけ。いやこいつできんだね、うん、できん。やっぱり大阪より姉妹の実家がいい。まあ姉妹の方がだってね、いろいろわかるからね。土地勘とか1に土地勘、2に土地勘、3に土地勘、5に土地勘土地勘だよ全ては。まあ行くとこはないけどね、別にどこに無理して行く必要ないし。土地勘やな、うん、楽しいかどうかそのうち決めます。何それ、何天秤にしてるの。コロナも今コロナもえぐいし、コロナになってないしな俺トンチンカンの間違いだろ。いや別にトンチンカンだから大阪と島根天秤よくわからんけど、あトンチンカンだから島根に住んでるんだろうってこと。いや別に別に友達いるけどね友達いなかったら友達と遊んでないよ。いつ頃栄えて、まあだからその辺は出ます。モグゴリは30の、うん、お前今も付き合える友達おるんけ。まあ2人いるね、リア友リア友は2人いる。今でも仲いいリア友は。配信外で遊んでる。まあ遊んでるっつっても何もしないけどね、言うて車の中で3人でだべって女の子が来たら、あ可愛いって言ってるだけだけど、うん、まあ、時にはカラオケ行ってるけど。いやウーア先輩は違うよね。
ゆうたちいいやつだな。あ、いや全然いい人で、いや、うん、まあ、うん、いいやつだよ。勝也って誰ですか。なんて、あ、え、どういうこと、どういうこと。イカルトと平八は親だよ、勘違いないよ、勘違いしてない。いや、誰もイカルトと平八のこと言ってねえわよ。リア友の方で言ってるわ。うん、寝てんだお前。野村克也、野村克也なんか友達でも知り合いでも何でもないっす。プロ野球選手の監督でしょ、あれ。元監督やろ、あれ。え、死んだの？死んだの？いや、それ知らんかった。あ、そうなの？お前全然知らんかったわ。マジ？お前のちぼき100ですー。フェ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 。ありがとうございます。亡くなったね。あ、そうなんだ。へえ。マジか。全然知らんかった。心霊配信よろしく。いや、ちょ、心霊配信はできないですね。まあ、やるとすればここでやるね。ここでこうやって、ゴーストハウスって書いてあるぐらいだね。多動の症状は出てないの？いや、そんなん自分でわからんくない？わかるか、そんなの。自分でわかるようだったら、だからそれって障害じゃないよ。はい、そんでキャンプやろうぜ。あー、村さんじゃあ一緒にやります。一緒に、あと天然連れて行って、今から飯食うから黙ってくれや。意味わからん、お前。だからぷよぷよは出ないっつの、しつけえな、マジで。なんぷよ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 出てないっつの。もう10位にも入ってない、100位にも入ってないっつの。こっちはあのぷよぷよのあのあれで120何位だわ。ぷよぷよってのは、ぷよぷよのイベントの時に、ぷよぷよのイベントの時にね、なんだっけな、あの、順位があって、確かそれが10位か8位、8位だったっけな、8位以内までの人が入れるだけで。まあ、俺は県外だろうが、普通に。100位にも入れてねえわ。体型がぷよぷよだけはなんだよ。それがどうしてよ。体型がぷよぷよ、体型がぶよぶよだったら、ぷよぷよの大会に出れるの？出れないでしょ。ね、それ太ってじゃ出れるの？面白いと思ってんの？じゃあなんで見てんの？なんで見てんの？謎煽りいらないです。ぷよぷよ大会優勝だ。これぷよぷよ大会出ないよ。つーちゃんよし、よし、ワンチャン出れる？出れねえし、興味ない、そもそも。おい、8時間宣伝してやれ。お前がしてやれよ、定期会で。ぷよぷよ大会なら間違いなく上位。まあ、それはあるかも。かゆい背中が。味噌いらっしゃい。アーニーさんゴーストハウス見たかったって言った。マジ？マジ？今日は何かする予定ですか？今日っすか？今日何もしないっすね。今日何もしない。特に何もしないっす。今日は、まあ、普通にご飯を食べるだけです。
ご飯配信、そう今日はあのご飯配信つって、あのまあ普通に親孝行する配信っす。作ってあげる、いや食べてあげる配信ね。ご飯を食べてあげるという。イカルド夜飯作ってるの邪魔しに行こう。いやまあご飯ができたらだわ。親不孝したばっかのに親不孝っては、お前も久しぶりにチャーハン作れ。いやいいわ、チャーハンうまくね、俺が作るチャーハンなんで。イカルドにポップ、いや俺そのポップコーンはね確かにねやってみたいんですよね、うん、寿司なんちゃらみたいな YouTuber がやってるの。でもあれ超やばいポップコーンだけど、飯作れるんか。うん、今日昼飯は自分で作ったよね、焼きそばを。最近ねちょいちょいね自分で飯を作るっていう練習をしてるんですよ。オムライス？なんで？いいじゃないですか。でしょ？2つ買うの禁止。え、どういうことですか？ 2 つ買ったらどうなんですか？お前めちゃくちゃすごいやん。でしょ？じゃあ星つけといて。シューバさん。UFO やろ。いや、UFO じゃないけど。普通の焼きそばです。明日は家族のためにカレーだな。え、どういうこと？なんで家族のためにカレーなの？あ、空いてるか。空いてる？お前も やらねえよ、俺。どれがお前ココイチやらんといけんよ。やったわ。しかも、食えんわ。じゃあ、宮間ゆきがやるならいいよ。君がやるならいいよ。動画でやるなら、うん、いいよ。マティアスってアイコス何個持ってる？2個ぐらいですね。アイコス届いたんで。アイコスでもすぐ壊れるからな。まあ、ちゃんとビデオ通話気持ち悪いや、何でもないと2人でビデオ通話してここ1やらんといけんや。配信外で、配信だったらいいよ。見たい。いやーそれはやらないよね。紙とアイコスどっちがハマる？いやーまあはい、いやまあ刺激を求めるときは紙タバコ、普通の状態のときはアイコス、まあ、両方、まあってことは両方です。弟にあげたアイコス、いや俺弟にアイコスなんかあげたことないよ。もらったことはあるけど、もらったことはあるけど、やばいな、ガソリンが。アイコスメンソール、いやアイコスはブラックメンソールでしょ。ブラックメンソールの方がいい。奥の建物はね廃墟じゃなくてね、一応これピアノ教室なんですよね、うん、でもねやってんのかっていう話だよね。映画中アティアスのアイコス5個持ってる。え、それ5個も持ってんの？いやそれ知らんかったけど。そうなの？それ嘘だろ。さすがに5個は持っていいやろ。
決めたらしい。持ってる。なんで知ってるの。なんで知ってるの。うちの家に不法侵入したの。何がしたいのって、何が雑談してますけど、何がしたいのって、君が何したいの。机の下とバッグ。カードが挿入されていません。平八の金はどっから湧いてきてんの。平八、いやクレジットカードでしょ、現金なわけないじゃん。クレジットカード使ってるんだよ。さっ金あるわ、クレジットカードやるから。こんばんは、よっしゃい。株で儲かってないだね、競馬も。いや多分ね、負けまくってる、負けまくってる、競馬で絶対負けまくってる。あ、障害電気は回ってんじゃん、わかんないけど。うるせえなこれ。持ち家だけ勝ち組やろう。まあ勝ち組かどうかはわからんけどね。でも結局持ち家あってもローンが払えてないけど勝ち組ではないんじゃない。ローンがあるし、勝ち組って多分ローンも全部払った状態でしょ。今日も爆竹、いやーやりませんね。やりませんね、さすがに。めんどくさい爆竹は。てか爆竹昨日したしな、そもそも。相当働いてるの。うん、働いてるね。早く食えよ。まだできてねえわよ。まだできてないから食えないよ。ご飯何時から？いやーまあわかんない。6時半ぐらいだね。いやじゃあ年金もらえるまであと3年。いやいや一括で家買う人おらんよ。いやだから勝ち組か負け組の話でしょ今。普通にそういう話じゃなく、マティアスってリカルドは飯何か当ててみて。唐揚げ、あ、今日ね多分ね作ってない可能性大。いやマジ作ってない可能性大やね。リカルドと妹は仲いいの。まあ仲いいね妹と、うん、一番仲いいんじゃない。一番仲いい多分。うわ病気が来た。来るなよ病気よ、お前帰れよお前。マティアスが一番仲悪いんか。まあ仲悪いっつうかどうなんだろうね。でも何年も会ってねえし。イカルダは老後妹家族と住むもんな。ああそうそうそう、それ言ってたね。それガチだわ、それ多分ガチな話。いやパニーとか何しに来てよお前、来んなお前。ルマ兄貴と超絶仲悪い、マジ。
もうでしか言えないからね、論外こいつ。中学生かよ、でとか。妹や弟の名前割れてんの？いや割れてるじゃん普通に。割れてるからコメントに名前が出てくるんだよね。全然出てくるじゃん。弟とイカレの仲いい。しつけえなお前もマジで。ね、なんでマッキーって誰だよお前。その時全員バレてる、うん、誰だよマッキーって気持ち悪い。それマッキーってやつと会話せんといけんマジで。庭でキャンプ、いやキャンプはせんかな。マッキー弟についてめっちゃ聞くやん。このマッキーってやつ、このうちの家族どんだけ興味あるやこいつ。でもちょっとあのなんかロックオンされたらもうあのコメントで現れんくなったけど。なんなんこの人。屋根でバーベキューできなかった。屋根でバーベキューだって屋根どうやって登るの？無理じゃない。俺はマティアスマニアなんだよ。知らんかな。知らねえよ。マティアスマニアじゃねえだろお前。ミカチンさんいらっしゃい。いややらないって、やらないっす、やらないっす。今日はもうやれやれっつって言ってる。いや、やった後にくだらんなとか言われるんだろう。めんどくせえ、やらないよね。よいしょい。証拠は、ちょっとよくわかんない。何証拠はって。さあ今日の飯は何でしょうかね。何だろう。今日は家族と喧嘩してないか。いやしょっちゅうしてますけど、してない方が多分年に少ない、年に何回かぐらいですね。マジでしてない方が。カレーか、いやわかんねえ。何なのね。何でしょうね今日の飯は。うん、魚すき焼き、企画は事務所の担当がしてるの。何言ってんのお前。さっきからなコメントがな病気なんだけど。鍋、すき焼き、鍋、ハンバーグ。ペン、カツ、たこ焼き。あー、たこ焼きいいけど、いいね。魚？いや魚はないじゃない、さすがに。魚だったらなんか魚買ってきてる感があるから、うん、お好み焼き。いやマティアスは好きやってるか、僕の配信をずっと見てる人だ、分かるんですけど、俺多分ね、あの吉野家しか行ってないよ俺。好き、そして島根に松屋ってのはないっす。吉野家が松屋なの、ちょっと言ってる意味がわからん。一蘭食ったんかよ。とっくに食ったわよお前。え、松屋なんかないっす。これマジで、マジでない。
2階から流しそうめん。やらねえよ。なんでしょ。中湯もないね、マジで。ない。2階から飛び降りてみたわ。あんたがやれば。配信つけて。活動してんの。ね、活動って。ね、活動って。部活はしてないです、僕。33になって部活とかしてないです。昨日タケノコあった。あー、タケノコご飯かよ、マジか。コメント何？いや、わかんない。活動ってなんだ？フリーズ引いたのはいつですか？いや、だから病気でしょ、この人絶対。絶対病気でしょ、この群馬ちゃんって人。何の話してんの、この人。ほっとけよ。あ、そうだね。そうか、配信者を間違えてるんだね、この人、多分。愛車レクサスらしいぞ、マジで、うん、それでって感じだけど。フリーズってなんだよ。いや、わかんない。うん、パチンコなんかしたっけ？